どうぞ。ね、一つ言わせてもらうとみたいなの多いよね。すごいっすよね。まあまあはとりあえずつきますね。うん、まあ、絶対使う。言い切った後に、うん、誰かが言った後にそのなんていうの、そのまたこう訂正するように待っている。で、人のことは知事さん、それただリピートしてるだけだから、僕から言わせれば、ああ僕から言わせれば、言わせてもらうと言わせれば多いよね。お前ポップかどうかは知らんけど、こういうのとかね、こういうのとかね、もうすぐ投げる感じ悪いよね。とりあえず鍵、携帯、タバコ、もう全部投げる、こうとりあえず投げて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 、うん、まあああああああ振りが大きいんですよ、その時はね。ちゃんと働いてるお前だよみたいな。でも一生懸命やってると本当仕事好きですよね。いや、そういう意味ですね。苦労が好きですね。そうそう。結構誤解を受けるタイプなのかな。うん、わかんないけど。初対面の時から印象は変わってないけど、最初すごい、うわ、こいつ嫌なやつかなとか。同じ。思ったんですけど、でも今言ってることとか行動は変わんないじゃないですか。変わんない。ちょっと麻痺してきたのかなと思いました。あと理屈っぽいよね、いちいち。なんか理屈ではちょっとかなわないですね。なんかね、うん、分かったよ、分かったよって感じですか。しげさんよく、まあ聞いてよ、聞いてよ。知識はいっぱいあるもんね。すごい。いろんなこと知ってる、知ってる、うん、知ってるけど、まあ、自分がこう発見したかのような口ぶりで。あ、何でも自分のものにするよね。そう。面と向かってまた言えるのがいいじゃない、まあ、俺らためないじゃん、結構うざいんだよそれがとか言って、それに対してへぇとか言って、どうせ俺だけ悪もんすよみたいな、うん、まあ僕みたいな爽やかな歌を歌ってるとか爽やかなギターしか弾けない人間には分かりませんとか、そういうのが言えますよね。逆のこと言うよね。そう、まあそう、ないものに、ないものに憧れじゃないですか、あれは憧れだ。ああそうなりたいんだけど、そうなれない自分がちょっとこう裏側なんだね。でもメタルって言われると嫌いじゃない感じだよ。嫌じゃない感じ。本当メタルだよねとか。あ、開き直る時あるでしょ、うん、ああそうっすよ、俺どうせメタルっすよっていう時と、上が、うん、ってないな、このハイブリッドなセンスがとか言いながら。皆さんは運動したことがありますか。私、司会の佐藤です。ね、みんな悪口ばっか言っちゃダメよ、僕の。みんな俺のこと好きなのはよく分かってますけど。大体ね、まあ簡単に言っちゃえばとか、まあとか言いませんよ。まあ、言わせておきましょう。ということでね、クラックシックスで、いい感じで感動してますけどね。なんか言う？これはうちのホームバーなんだけど、なんか何もあるよ、アラクルナイトとかもあるし。ということで、クラックシックスのメンバー早速紹介しましょうか。悪口戦闘機って言ったギターの発起人でもある重森洋舎、
クラックシックスで、ギターをやらせてもらってます。重森と言います。よろしくお願いします。クラックシックスはですね、できてからもう1年、結構展開が早かったんで、まああっという間にここまで来ちゃいましたが、まあ気持ちとしては、まあ一生懸命、とにかく一生懸命やろう、皆さんの、元気につながるようなね、そういう音楽を一生懸命作ろうと思ってやってます。まあレコーディングもライブもまあ和気あいあいと、みんなで、肩を寄せ合い、みんなで、殴り合いをしながらっていうのは冗談ですが、まあとにかくみんな一生懸命やってるんで、ぶつかることも、多々ありますが、なんとかまあそれぞれね、いい音を作ろう、いいバンドにしようっていう気持ちがあると思うんで、そういうぶつかり合いもありつつの、みんな一生懸命やってるっていう感じですね。これからもっと頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。次はね、ベースのなんだっけ、生寿司と電話を回して、あ、ベースのパーティーロックこと島田純だ。はい、クラックシックスでベースを弾かせていただいてます島澤純です。どうも。クラックシックスはね、本当にもう自分のバンドの自分のバンドっていう気持ちでやらせてもらってるんで、すごく楽しくやってます。お、なんだよ、次はじゃあ変態ドラマド、あ、ドックスじゃねえ武田健人、よろしく。はい、ちょっと重くなったな、ちょっと重い。クラクシックスのドラムの武田健人です。ですね、バンドのことなんですけど、前のバンドからですね、やっぱこうバンドの動きとか事情をよく知らなかったりすることが多かったんですけど、今回もやはり同じように知らないことがよくありですね、まあこう急に知らされたりとかしながらですね、あのバンド内の関係も良好に楽しくやってます。はいそんなんでいいの短い。真っ白なハート。
みんなフィーバーしてる？久しぶりです、やすみっちゃんです。今日のねスターマンパーティー01、これはねすごいいいものでした。もう今回はねこう限られた人数の人しか、来ることができなかったんですが、結構こう大滝潤のこう映像ありの、八百屋のこう2人フォークユニットアリーノ、なんかねこう未公開映像アリーノで、非常に楽しいこうねこうパーティーでした。ちょっとね今はそれを終了しまして、みんなでご飯も食べてお腹いっぱいになってこう眠い感じなんですけど、この眠い感じの僕がこう出てていいのかなと思うところもあるんですが、ぜひ、2回目、3回目と、スターマンはこう時々また皆さんの前に現れますので、八百屋といたしましても、まあ、頑張っていこうかなと、まあ、八百屋自身もね、新しいことを何かやりたいなと思っておりますので、その時は皆さん、応援よろしくお願いしますということで、若干酔っ払ってしまったやすみちゃんでした。はい、お疲れ様でした。リズミを掘るときに使う道具ですね。
一応消毒済みのものなんで。ヤニ？いや、わかんない。3年前もあった。ヤニとかかけって言わない。3年前もあった。ほんと？今になったの？消えてないよ。わかんない。3年前はね、ただ歩きやったら。スタートですね。何年以上空いてる？そんな空いてる？四八ヶ月ぐらいですね。結構空いてない。今閉門してます。でもこんなに入っててさ、こんなに出ててさ、痛いのだけはやっぱり痛いよね。やっぱり痛いの入れるよね。痛いのまた入れるよね。ないけどね、その時だけだから。痛いからガチがあるんだ。うわもう痺れた。いくら払えばいい？ただでいいよ。はい、すいません。その点痛くしないで。それは無理で。声かけ合ってくれて。おぉ。マジで買えないのそこら辺は。うん、買わない買わない。それ用の、あの職人にもみんな注文出してるんだよ。ないんだよな、なんか。うん、普通の針じゃ入ってない。ちょっと痛い。どんなんだろう。この辺痛そうだな。死ぬほどは痛くないじゃん。うまいね、映画。この絵はやっぱり、そう、オリジナルの。そうですね、もう、そのために直接からね。これやっぱ同じものって書けないですか？書く気ないです。もう一品、一人一品、一人一品でも、それよ、ほら、浮き筆、かっこいいな、世界出ないの。世界出ないの。筋彫りのみたいな、かっこいいやつ。なんか、音が噛んで書く。おかしあの、ごめん、マシンスペシャルだから。どういうこと？今まで電解コンデンサーっていう電気を分解するのが1個だったんだけど、今回の機械2個やから、2倍電気を吸い上げて回してるから。どういうこと？速い1倍速いから痛いとか痛いの？痛いらしい。これ色？うん、これ色。色っていうか、ぼかし。これで見たことない。そうやってくるんだ。うん、痛そう。噛む噛むぐらいだから。大丈夫大丈夫。俺はこっちの方が楽なんだよ。なんかさ、こうちっちゃく詰めると痛いけど大きい。そうだね、要はだからさ、点の傷が広い面積に当たるから、うん、そうだよね。痛いですか？全然まだ大丈夫で。痛くないです。全然違うと感じます。うわ、すぐだんだん痛くなってきました。敏感になってください。ここはね、
ねえか。グラデーションかけたら。ああ、そうですね。グラデーション。ここまで筋がないし。ここまで筋がないし。これが徐々に。あ、そうですね。まずこう。はい突き申しまで筋がない。はい、お疲れ様です。はい。終了。どうでしたか、今日は。今日調子良かったね。調子良かったですね。うん。これからは満足、大満足。大満足です。皆さん、完成を楽しみに。鼻かむ。鼻詰まっていい気。30時間完全発酵、匂いを抑え味をマイルドにしました。本場水戸納豆丹精という久米納豆さんの、僕が一番好きな納豆です。健やか一口水戸のごっこつぶプチ納豆です。感動しました。
かがでした？ブートレッグフィルム、ボリューム6ね、パンフの撮影もねキメキメで、まあ、特に義将くんのあの子供服の姿は本当に似合いませんね。本当に似合わない。あれじゃあお父さんもお母さんも3歳から一人暮らしさせますよ。ということで、ね、本当に、いいビデオでした今回。出来終わった。熱いっすね。出来上がりました。次のビデオは Oh Beautiful Mad Human Ride。 また来週。あ、違うわ。また今度ブートレックビデオのご覧の皆さん、さようなら。
芸編その1、その2、二人芸編その1、
その2。その3。